マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組「ウッドストリーム」のデジタル生活です。第509回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。えっとまずですね、あのマイクロソフト関係であのちょっと動きがあったんでお話をしたいなと思っております。あのマイクロソフトがですね、フロリダ州アメリカのフロリダ州オーランドで、あの マイクロソフトイングナイトっていうイベントを行ってました。えっ、ー、と、もう終わって、皆さん日本に帰ってきてるかなと思うんですが、まあ、私かも、日本からもね、私の合令の方結構行っておられまして、まあ、テクノロジーカンファレンス的なところがあって、まあ、皆さん勉強しにっていうかね、情報収集とかね、いろいろされてたと思うんですが、まあ、ここの中でいろんな発表があって、やっぱり一番話題として大きかったのが、やっぱり、 マイクロソフトのクラウドサービスの Azure ですね。そこのそのサービスの拡大とか、えっ、ー、と、a z u r e a r クとか言ったかな。まあ、そういったところが発表されまして、まあ、そういうのが今ニュースでも流れてますけども。じゃあ、まあ、この番組でお話しするようなことで何かあるかなっていうところで、まあ、このイグナイトの話との、あとはもう一つ、あの、イグナイトとは直接関係なかったんですけど、マイクロソフトのニュースということで、二つあるんですが、 まず、イムネットで発表があったのが、マイクロソフトの,の Web ブラウザ、マイクロソフト Edge ですね。これはの、マイクロソフト独自の EdgeHTML っていうレンダリングエンジンから、Google の Chrome で使われているオープンソースプロジェクトの Chromium、これに切り替えますということで、もうだいぶ前からテストをやっています。で、この Chromium 版マイクロソフト Edge、 これがですね、正式リリースの日付が発表になりました。正式リリースは2020年1月15日に正式リリースとなります。今ね、あのテスト版ってことで、あの前番組でも話しましたけどね、あの、カナリア版ってやつと、それ結構やばいっていうかね、もうバグがあるかもしれないけど、どん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 テストしちゃうよってやつと、あとデベロッパー版っていう、まあ開発者向けに割と短いサイクルでリリースしますよっていう、 テスト版そしてベータ版っていう、まあ、一般ユーザー向けにテスト版で流してますという、えー、版ですね。この3種類が出ていて、こちらもあのだいぶもうテストでね、私も使っちゃってるんですけども、えー、テスト行われてたんですが、えー、これが、ね、正式に出るっていうことと、あとは今、11月4日の段階でリリース候補版が出ましたと言われています。私も今 バン、クロミウム版のマイクロソフトエッジ使っています。えっ、ー、とね、普通に使ってます。逆にあの、本,本来っていうか、今本来ある、あの、エッジ HTML の,あのエレンダリング使った、今正式に出てるマイクロソフトエッジね、これね、全然使ってないんですよ。もうこれから先切り替わるだろうとところもあるし、あの、テストしてね、なんか発見できればいいかなっていうのもあるし。で、本当にあの、ミッションクリティカルなね、 ところでねインターネットエクスプローラー使ってくださいっていうケースでは一応 IE はね温存していますあの銀行系ね銀行とかまあ最近証券会社はあんまり使うことないんですけどあの銀行系で IE でって言われてるところは念のため IE にしていますあの あの、貯金いくらあるかなとかね、調べるのはいいんですけど、振り込むとか直接お金にアクセスするようなところは、あの、サポートしているブラウザーが何かっていうのをよく確認した上で、そういう対応したやつだけしか使わないようにしてますんで、まあそういったところで、まだ IE は、あの、置いとこうかなっていうことで、抑えてるんですけども、まあそれ以外はですね、もう Chromium 版の Edge、Microsoft Edge のベータ版を主に使ってます。あの、規定のブラウザってやつにも、ベータ版の クロ版を使ってます一応、あの、カナリー版とデベルパー版も入れてるんですけどね、まあ、時々立ち上げて見てみるんですけど、で、あの、今、ベータ版がね、新しいバージョンに切り替えましたって、エッジを再起動してくださいっていうのが、あの私のところにもきまして、で、これがおそらくリリース広報版なのかなと思っております。あの、アイコンが変わりましたね。 昔のこうエッジのい、e、いっていインターネットエクスプローラーから引き継いだいいっていうような、あのな、なんだろうな、モダン、モダンというか、シンプルなね、デザインではなくてですね、あの、Firefox のキツネさんの、あの、オレンジ色のところが、緑と青になったような感じの、なんかぐるっと回ったようなアイコンに切り替わってます。で、それはもうベータ版もかなり版も、デベロッパーもね、あのそういうふうに切り替わってまして。 えとそういうふうにね、アイコンも変わっています。まあ、それになると、おそらくもリリース後半なのかなと思っています。で、実際のバージョンとか見てみたんですけど、えっ、ー、とね、まあ、ここ、ね、バージョン番号細かく言ったってしょうがないんですけどね、あのベータ版が79.0.309.5ってやつで、デベロッパー版が80.0.320.0。で、カナリ版が80.0.328.0ってなってて、あの、カナリ版がね、やっぱり一番進んでるんですね。 で、おそらくこれ見ると、バージョン80っていうのが正式リリースになるのかなっていうふうに思っています。まあ別にバージョン番号表に出てこないんで、調べようともべられますよっていうレベルなんですけどね。まあこれが出てくると思います。で、あの、実際、私も使ってるって今、さっき今、規定のブラウザーって言いましたけど、まだ問題ないですね。 うん、あの動きの怪しい Facebook の文字入力も問題なく動いてますし、まあらかじは絶対 Facebook 側に問題あると思うんですけどね。それ以外のところも大体使ってるって、まあ、そこまでね、使い込んでないっていうか、まだそこに出くわしてないっていうか、そこまで、こう、いろんなとこまでこう、使い込んでるわけじゃないなっていう感じはするんですけども、まあ私が勝手に思ってるだけなんですけど、ただ基本的にもうユーザーインタイスからクロームそのものって感じですね。うん まあ、そういったところもあるんですけど、あの、動きとしてはすごく快適で、私としてはこれ、おおむねいいかなと。まあ、ただやっぱり心のどっかでは、マイクロソフト独自のエンジンを使ってやってほしかったなっていうのはね、やっぱり今でもあるんですけどね。うーん、まあそこはいろいろと、ね、難しいのかなとは思っています。まあそういったところで、あの、マイクロソフトエッジ、クロミニュー版がね、えー 来年の1月15日に発売、あ、じゃあ発売じゃない売るんじゃねえ <laughs> ダウンロードできるように発表されますんで。マイクロソフトなるではのアカウントに結びついた動機だとか、まあ、いろいろ、付加価値ね、あると思いますんでね。えー、まあ、Chrome 使ってるからいいやって方もそれでもいいんですけども、えー、ちょっとぜひ使ってみるとね、面白いんじゃないかなと思っております。はい、以上、Microsoft Edge 正式リリースが決まったよというお話をさせていただきました。 で続いてですね、ホロレンズ2。マイクロソフトのミックスドリアリティヘッドマウント型コンピューターですね、ホロレンズ2ですね、えー、これがですね、ついに発売になりました。1月11月7日、おとといですね、えー、日本を含む世界で発売ということになりました。あのー、お値段は、どうも報道では、日本では38万3800円となっています。 あの、アメリカの方ではね、3500ドルってなってまして、えっ、ー、と、そういった価格で、まず法人向けに発売ということになっています。まあ、個人で無理やり買う人はね、多分私の周りたくさんいるでしょうけど、あの、一応、まだこのエッジっていうのは、今週は市場向けじゃないんですよね。あ、エジ、このホロレンズ2っていうのは、今週は市場向けじゃないんですよね。あの、ホロレンズの最初のやつっていうのは、本当に開発機だ。 で次は企業向けにビジネスでどう活用できるかってことで提供するものになるっていうことでやっぱその次かその次あたりにやっと一般ユーザーに対して提供ができるものになってくんじゃないかなと思っていますですからまだ成長過程のデバイスではあるんですけどもこれあの一応いろいろサポートもねあ付随していまして例えばホロレンズ 2with リモートアシストっていうことでマイクロソフトがサポートするっていうのもいろいろ含めて 1>, えー、1ユーザーあたり月125ドルでそれに対してホロレンズ2が1台デバイスついてくるっていうこれどうでしょうサブスクリプション契約なのかなちょっとねいろいろサイトからねそういうふうに読み取れるような読み取れないなって感じなんですけども、まあ、そういったのもありましてであの日本の場合は購入することもできるしあとはいろんなね代理店がありますね、えーまあ、そういったところが 経由してて購入できるってこ,とでここでもやっぱりあの導入サポートだとかあの今 w e b s t ト見に行ったんですけど導入のサポートで1時間いくら2時間いくらっていうところとかそういったねあのサポートも含めて売ってるっていう感じでやっていますいやまずまだこう我々が買って使ってみるっていう感じじゃないんですねまあ何度も言いますけど買う人はいるんですけどね えーまあ、そういったところで、あのぜひこれは、ね、うまくいくといいなと思うんですけど、うん、私も欲しいんですけどね、あのいうか、オケラスリフトとか、オケラスゴーとか、ああいうのでもいいから欲しいなと思ってるんですけど、結局、私はあのドスパラで上海問屋で買ってきたあの iPhone をこう、パタッとはめ込むタイプのね、VR メガネっぽいやつね、VR、なんだろう。 あれ買ってきて大体いい2000円ぐらいで買ってきてそれだけであの YouTube の 3D の映像を見ておおとかね見てたりするぐらいだったんでまだ全然その自分からアクション取るところっていうところまでまだ全然いってないんで、まあ、いつかはとは思っていますけどどうなんだろうねこれ今週は市場向けには10万切らないと厳しいですよねでもねあれを10万切るって大変なのかなと思いますんで。 発展していくとね、ね、安くなっていくといいなと思っております。で、あの、ホロレンズ2についてはですね、あの、喋り出すと多分番組全部終わっちゃいますんで、えっと、今年の3月9日配信のですね、第475回で、ホロレンズ2についてお話をしてますんで、ちょっとバックナンバーまだダウンロードできますんで、そちらをね、聞いていただければなと思っております。はい、ということで、えー、ホロレンズ2、ついに発売というお話をさせていただきました。 はい。ということで、お待たせしました。iPad の話をします。まあ、あの、かねてから、購入検討をずっと続けていました iPad。これをついに購入しました。あの、新型が出たから買うとかね。あの、そういったことじゃなかったんですよね。欲しいけど、どれにしたらいいかなっていうのを、だいたいいつもだったかな。あの、写真を再、再度凝り始めた時期。 からうん、ちょっとデ,パデバイスとして欲しいなと思ってて最初に検討してたのはも,もう第6世代の iPad3、えー、万7800円だからで買、ね、えるやつねそこら辺あたりから、うん、これ買ってもいいかな前 iPad を使ってて使い切れなくて売っちゃったんですけど iPad Air 2だったんですけどねどうしようかなっていうとこずっと考えてましたまず何で私が iPad 欲しいか ってうと、まあなんか私も最近話してるんで同じことを言っちゃうかもしれませんけど、えっと、まずその写真関係を手元で手軽に編集とか選別とかね、そういったのをしてみたいというのと、あと写真のビューアーとしても、それに大きい画面のデバイスが欲しいというのがありました。やっぱり大きいのがその Lightroom とかっていう AdobeCC ですね、Adobe Creative Cloud のアプリケーションが iOS デバイスでも使えるようになってるっていうところで結構 iPad 単体で私のちょっとしたね撮った写真の補正とかライトルームで加工するとかっていうレベルだったら全然できるんですねしかも簡単に手元でできるということと、うん、それをこう持ち運んで外でね撮った写真をそのまま iPad に入れて編集したりとか、まあ、そのまま体に上げちゃうとかね そういったまず写真用の端末として欲しいなと思いましたじゃあ君持ってんだろうとまず MacBookPro 持ってますよねうん MacBookPro も持っててそれではある程度用足れるんですよで実際私もね写真に撮りに行った時は MacBookPro をねえ必ず持ってってるんですである程度たまったところでスターバックスで休憩とかするようなことがあったらですね 羽田空港、また羽田空港をしますか。羽田空港の第一ターミナルのね、5階にスターバックスがあるんですよ。で、あの、窓からね、3 4 l レフトっていう、まあ、滑走路があるんですけど、そこのね、離発着が見えるっていう。まあ、北風だとこう、3 4 l レフトからこう、着陸するんですけどね。って話をするとまた長くなる、それを置いてきまして。まあ、あの、そういったところでまあ、スターバックスとか行って、 ちょっと一息ついきながらって MacBook Pro で操作するっていうのはやっていました。まあそれはそれでもよかったんですけど、まあもっと手軽にできないかなっていうのと、うん、あの指でタッチしながらね、こう選別したりとか、それはやっぱり操作性が楽だし、面白いしっていうところで、何よりもこう、クラムシェルでこう、いちいち開げたくないなっていうところもあったんで、その機動性を考えると、やっぱり iPad 欲しいなと思ってました。で、そこまで話して、君サーフェスはどうしたと。<laughs> ねサーフェスあるだろうっていうこと言われるんですが、これね、ちょっとね、残念なのが、私の持ってるサー c e スプロ第、第5世代ね、Core M3 なんですよ、プロセッサーが。Core M3 メモリ4 g ガストレージ 128GB。何度も言いますが、これのスペックで普通にオフィス使ったり、ウェブ見たり、メール見たりするには全然十分なんですが、さすがに Adobe のね、製品動かすっていうのはもう無理です。あのね、Lightroom CC 自体が、 起動してくれません、うん、でこのためにサービス新型欲しいなって実はあのサービスプロ6の時も言いましたし、ね、サーフスプロ7の時も言いましたけど新型欲しいなって言ってるうちの一つはライトルームが快適に使えるサービスがいいなっていうところがあったんですねただあれ今現実買うと15678万ぐらいいっちゃうと思うんで、うん、厳しいなっていう状況だったんですね ということで、ちょっとあの、サーフェイスは、まあ現行今でもね、あの今、あの実際、今現行書いて、サーフェイスに向かってこう現行見ながら話してるんですけど、まあまあ、サーフェイスはこのまま現行で使い続けて、タブレットはタブレットで、残念ながらサーフェイス使いたいところなんですが、ちょっと非力なんで、えあ新たに用意しようかなというふうに考えました。まあ、それと、あの、 前、その iPad Air 2を買ってき、買って使ってて、結局なんか使い切れなくてし、島には机の引き出しに入れっぱなしで10年も切れちゃって、ずっとほっぽりっぱなしって時期があったんですね。で、結局売ったというか、まあ、この番組のリスナーさんに買っていただいて、買い取っていただいたんですが、あの、なんだったろうな、結局 iPhone でかいやつでしかなかったんですよね。うんだから、本当に iPhone で、iPhone 6とか、 当時5だったかなまあそういったところで使って売って結局大きいの持ってきてもただでかくなっただけだっていうまあ当時そこまで写真もやってなかったんで、まあ、ピンとこなかったってとこもあるんですけど今度その iPadOS っていうのが出てあの日ただ広い画面の iPhone をでかくしたやつだけからやっとその iPad っていうタブレットのあの広い画面に対しての 有効に活用できるような OS が出たというところであの、これはちょっと使ってみようかなと思いました。あのー、これね、どこで話したんだっけな、グルドンで書いたのかな。iPadOS が出たときに、うわ、これやべえぞ、サーフェスと思ったんですよ。つまり、その、パソコンの領域に入ってきたんですね、iPad が。パソコンじゃないとっていう領域にちょっと入ってきたのかなと思っています。 キーボードとかペンとかっていう以前にあの画面インターフェースがただだだ広いところにね、隙間がスカスカに開いてるところにアイコンを並んで何かなと思ってるやつが今なんか横にすると横にメニューが出てきたりとか広い画面がスプリットでこう2画面出たりとか重ね合わせてね、複数のアプリケーションを立ち上げてみたりとかっていうこともできるようになってるんで、まあそこら辺考えて、あ、これ結構 iPad またいけるようになってきたかなっていう。 感じがしてですね逆にマックを買った時と同じように今このデバイスを体験しないとこの先いいのかっていうあの来年のホリデーシーズンにねサーフェスネオだとかサーフェスディオとか出るんでそっちはそっちで使ってみたいところもあるんだけどちょっと今やっぱりこのトレンドっていうのを自分でも掴んでおかなきゃいけないかなっていうところでまあこれ iPad は。 必須でしょうと生活に対して何か必要かなっていうと、実はそんなにいらないかもしれない。ただ、やっぱり一応、一技術者さんとして、これは、あの、持って体験して、これがどんなもんかってことを知るっていうことは絶対必要だなと思って、まあ自分の勉強のために投資するっていう意味でね、買いました。すごいなんか言い訳っぽいかと言ってるけど、これ本当にあの、真面目にそう思って、え、買いました。だから、これ使ってみて、 あやっぱり iPad Air 2の時みたいに使いこなせなかったなっていうのがもしあったらもう二度とは私は iPad 買わないと思うんですね。うん、これが最後の iPad になるか。2年後にローンの支払い、あローンの話は後にしますけど、ローンの支払いが終わって買い替えようかなって大 iPad Pro にするかもしれませんけどね。するか、まあ、もう二度と買わないかどっちかかなと。 まあその時よりできればこう新しい iPad を買ってこう体験して続けていきたいなと思ってるんですけどもまあそういうことを考えてあの過去ことにしましたでそういうところまで固まってるのがここ最近 iPad をどうしようっていうところだったんですが今そのアップルの発表をもって今の iPad の状況どうなってるかっていうと iPad Pro っていうのがあって11インチと12インチだっけがあってあとは その中間グレードとして iPad Air 薄くて画面も良くてですね iPad Air の第3世代目っていうでサイズが10.5インチというモデルになってでその下のエントリーモデル的なところで10.2インチなんですね iPad 今まで9.7インチだったかなえというところでまあ今10.2インチの iPad 安いやつだと 32GB のモデルでいくらだっけ34,800円でしたっけ ととといいううものが出てるということでどれにしようかなっていうのがいろいろ考えててでねあのぶっちゃけ iPad10.2 インチのいわゆる第7世代 iPad でもまあいいかなと思ってたんです今の理由で言うとねあのライトルームもちゃんと動くし体験できるってちゃんと iPadOS も動きますしねえそういうのもあるんで 十分かなと思ってますし実際ヨドバシのアップルのコーナーに結構何度も行ってあっのアップルの担当のお姉さんとか話していてあのまあ、まあ、さあ写真の話をした時に最終的に MacBookPro をお持ちもしくはそのデスクトップの Windows マシンをお持ちで最終的に仕上にはね Windows でやるあ Windows がそのパソコンでやるっていうならばまあ iPad はこの第7世代のモデルでもいいんじゃないんですかねってまあ Air じゃなくてもいいと思いますって話は。 ししてましてまあ,いいあったんです、ね、あとはあのプロはどうするかっていうとちょっと金銭的な事情でやっぱプロまでは出せないなってあれなんだかんだで納得いくもん買うとね10万超えるんですよ、うん。それだったらちょっと考え方か,か,か考え方かめてねサーフェスプロ7にいっちゃった方がいいかなっていう思うくらいでまあまあそれもわかんないな。ちょっと プロはやっぱ高いから何年しましたプロじゃねえのかっていう方はね結構割とその周りにいるんですけどもあそうだ石谷正樹さんにもねプロ一択って言われたんですけどね <laughs> ちょっと金銭的なとこ考えてエアーか第7世代かっていうとこ考えましたであとはプロセッサーがそのエアーだと A12 バイオニックで第7世代の iPad は A10 ですね えというところで、まあ実際変わりませんよ。使ってて体感変わりませんよって言われたんですけど、じゃあ今後のバージョンアップとか考えると、まあこれだ、誰が頼んだかな、Facebook で多分あの私のお友達っていうリスナーさんからも言われてたんですけど、先にサポート切れちゃうんじゃないっていう話をね、えー、されてまして、まあ,あのそうなると、まあできるようせっかく買うんだから、ちょっといいあの、できるだけ新しいものにね、 えー、まあ、A12 の方がバイオニックの方がいい,い,いかなというのと、あとこの iPad ウェア自体は液晶の作りが違うんですよ。あのー、タッチパネルとのこの差、その差のとこね、実際タッチする部分と液晶の部分っていう間がちゃんと狭くて、薄くてですね、ペンの時の反応の精度だとか、というところを見ると、まあ、わずかであるんだけども、 操作性の点で違いがあるとかあとはその液晶モニターとしてのねあの画面の良し悪しっていうトゥ,トゥルーなんとかっつったなすいませんちょっとどうせれしちゃいましたけどあのそれの関係でやっぱり写真見るっていうところではまあぱっと見ね正直わからないんですけどねまあいいのにしとこうっていうのもあるしあとね表面のコーティング処理ですねあのー、これはね私でも分かりましたやっぱ違うんですっつって。 逆にあの iPad Air とかの時は良かったんですけど、グレード一回落ちちゃったんですよね。で、映り込みっていうか、えー、そういうのがどうも10.2インチの iPad ではあるんで、そういった意味ではね、iPad Air はよく見、よく綺麗に見えるんですね。あ、ちきに見えるっていうか、ね、例えばヨドバシで2つ並べてこう、店の照明を当てたりしてとか見ると、 まあ店員さんに最近そういうの言われたからっていうのもあるかもしれないんだけどやっぱり見やすさ反射っていう点で見やすさでいくと iPadAI の方がね私見やすかったんですよこれはね私でも分かりましたあだったらこれ違いがあると何かあった時に AI にすればよかったなって後で思うのすごい嫌なんでまあこれは頑張って AI にしますかっていうところで AI にしました で、そこでやっと買うことに決めたんだけど、でもまだまだ次があるんですよね。セルラーモデルにするか、Wi-Fi モデルにするかっていうのがあるんですね。で、セルラーモデルはやっぱりこう、信をさしてっていうのがあるんですが、まあ今までのセルラーモデルって、どっかのキャリアと契約しなきゃいけなかったんですよね。そのドコモとか au とかソフトバンクとかって。 契約しなないと買えなかったんですがまあ今 SIM フリーっていうことでねあのそれこそそれのような格安 SIM のナノ SIM を挿せばねえ使えるっていう状況になってますんでまあ買いやすくなりなったんですねだから契約して月からずっとかかっちゃうまああのいずれにしてもかかるんだけどそういった心配もあまりないなっていうそんな高額にならないかなっていうことでセルラーモデルもありかなと思ってましたで一方その セルラーモデルだと GPS が入ってるんですよね。GPS ついてないですよね、Wi-Fi モデル。で、なんか聞いたところによると、Wi-Fi のモデルに、ポケモン GO だったか、ドラクエウォークだったか、あれインストロールできないらしいんですよね。で、私、あの、一応、アカウント持ってて、やっては見てるんですけど、そんなあ、あのゲーム自体ね、あんまりやらないんで、ましてやちょっとあの、街中をあれで使って人の迷惑になるの嫌だなっていうのがあるんでね。 あんまりやってないんですが、ああそれとともかく GPS だとこう地図とかもいろいろ活用できますしね、例えばずっと使ってて、年月経ってね、これも退役になったということで、じゃあこの iPad、古くなった iPad どうしようかって時にカーナビにしちゃえとかね、そんなことにも転用できるかなっていうところで、GPS ってついてた方が何かといいかなと思ってました。それとやっぱりあの 思ったのが、基本的に Wi-Fi で使うことになると思うんだけど、Wi-Fi が使えないところでね、ちょっと使いたいっていう時にまあ、Wi-Fi ルーターとかあるわけですよ。で、それ、今まで前の iPad もそういうふうに使ってたんだけど、それ使うために Wi-Fi ルーター電源入れなきゃいけない、もしくはスリープ状態から解除しなきゃいけないっていうのがあって、いちいちそこら辺の操作をしなきゃいけない。しかも、あの、 私は NEC の A タ r ムの MR0MN ってモバイルルーターにあのビッグシンを挿して入れてるんですけど、スリープ状態解除してる、もしくは電源入るのに、スイッチ、ボタンをですね、長押ししなきゃいけないんですよ、何秒間か。私はね,ね、スイッチを長押しするのすごい嫌なんですよ、待たされるのが。じーっと待ってて、メニューがパッと出てきて。 5GHz を屋内にしますかどうしますかっつって、タッチパネルで操作して、5GHz を屋内だよーっつって、はいはい分かりましたって、ポンと操作するっていうことをやんなきゃいけないんで、すんごいめんどくさいんですよね。それと、そのバッテリーも、iPad のバッテリーと、モバイルルーターのバッテリーも両方気にしなきゃいけないってことがあって、で、前はその、なんだったか、マ m a x だったか、ポケット Wi-Fi だったかな、使ってたんですけど、起動性の点が、 くくさくて結局外ではあまり使わなくなったっていうのが前の iPad の状況だったんでそこ考えていくとうーんあのこれ Facebook の元々に言われたんですけど例えばちょっとしたデータ通信でもね Kindle の本を買いたくなったからちょっと買いましたとかあと Web を見れたとかメールをちょっと開くっていうぐらいでもやっぱり通信手段ってない,というかモバイル回線が常に使える状態にしとくっていうのは。 すごくこれ、起動性のことで重要かなと思いました。だから、セルラーモデルにす、あれ、で、あ,やあって、やっと iPad の性能が活かせるのかなというふうに思いました。あのね、実はそれ、あの、なんだっけ、9インチのね、タブレット持ってるんですよ。レノボの。これ、ドットネットロボのね、あのお友達から売ってもらったんですけど、これすごくいいんですね。あの、Android 8.0が置くんですけど。まあ ipad ほどじゃないんですけど、ipad mini を持つような感覚だったんですけど、いいなと思ってたんだけど、これ wifi モデルでセルラは使えないんですよね。そうすると、やっぱりね、すごくいいの分かってるんだけど、意外と使わなくて、持ってこうとした時に一回置いてくかつって持ってかないっていうことがありました。実は、あの、売っていただいた方は、そういうことに、 不満を持ってただ、このタブレットさそのは、レンボのタブレットすごくいいんで、これで Wi-Fi モあセルラーモデルを買い替えるんで、木田さんいらなくなった Wi-Fi モデル売ってあげるよってことで、売ってもらったんですね。まあ、そういうのがあって、これはモバイル端末は、やっぱりこれ、すぐ LT でね、モバイル回線使えるようにしとかないといけないなと思って、セルラーモデルにしました。もうこれは、これでいきましょうということにしました。 で次が容量の問題ですね iPad Air 10.5インチタイプは容量が 64GB か 256GB の2つの種類になるんですねでここまで話したら2ル買っちゃえよっていう風になりますよねで私もこう写真やるんだしまああの多分これ今聞いてると思うんですけどね写真やんなら64じゃねえだろっていう方が <laughs> そういうちょっと悪いお友達がりましたねで まあおっしゃる通りで、やっぱり気持ちに余裕が出てくるんですよ。あの、今、私が使ってる i p h o n e ンって2頃なんですけど、まあ、容量気にしなくていいんですよね。写真も今、4000万円ぐらい入ってますけど。で、ビデオも、Amazon のプライムビデオね、シン・ゴジラだとかね、もう入れるもんにどこどこ入れてて、今のは全然余裕なんですね。で、まあ、そういったところもあるんだけど、ちょっとね、支払いのことを考えると、2頃になっちゃうと、これ結構きついかなっていう。いや 払って払えないことないんですけども、うん、ここをちょっとセーブしとかないと、例えば今、私、これどうやって支払おうかとしてると、24日ぐらいの分割割いで払うんですよ。で、Google のアフィリエイト、あと Amazon のアフィリエイト、あとは Amazon の、あの、キントゥのダイレクトパブリッシングのあの、電子書籍ね、自分の販売、あの中から支払おうとしています。で、仮に、 ちょっと前にあったんですけど、Google に広告止められたことこなんですよ。原因は貼り付けすぎだったんですけど、まあ今解消してて、前ほどじゃないんですけど収入,入入るようになったんですけど、ゼロになることがあるんですよね。そうなった時に、自分の小遣いだけでカバーできるのは一体いくらだろうっていうことを計算すると、おそらく3000円。で、6バ g b モデルで契約、あの、あの買うとですね、 月々の支払いが3,199円。で、日頃にすると3,700円ぐらいなんですけど。ね月の500円ぐらいコーヒー2杯だろうとかね、言われそうなんですけど、コーヒー2杯ってみんな言うんですけど、コーヒー2杯飲みたいですよね。あそれ我慢しろって言ったら、私はコーヒー2杯飲みたいんで、いや、じゃあそれはそれあるんだけど、いや、これちょっと危ねえなと思って、万が一のことがあるんで、ちょっとそこまで出せないなと思いました。で、 最後はね、アップルストア行って、アップルストアのお姉さんに聞いて、あの、私の使い方を説明したんですよ。写真をやりたいんですと。で、ただ Lightroom CC を使います。で、出先でメモリーカードに読ませて、選別したり編集したりっていうことをやって、それが終わったら、家帰ってクラウドに入れますから、iPad に残ってなくていいですと。で、仕上がった写真はフリッカーに入れるんで、 それを閲覧するのも、フリッカーのウェブサイトを見に行くんで、いらないですと。あの、ディスクと、あの、ディスクじゃない、そのストレージにとっとく必要はないですと。でせいぜい写真といっても、メモリーカードをいっぱいいっぱいとっても、私の体力だと30ギガバイトいくか、どうかっていうレベルなんで、そんな使い方なんだけど、どうでしょうねっていうと、で、その店員さんがこう説明してくれて、 例えば写真が何百も入ってます。動画が何本入ってます。で、アプリが20本入ってます。っていうと、大体このぐらいですっていうのを一例を見せたらですね、これアップルストアの銀座の置いた iPad Air の 60GB モデルの例なんですけど、それでも 20GB もいってなかったんですね、使ってる量が。だからまだ余裕なんですよ。だそれ見ると、あ、これ、 結構 60GB でいけるなと。あとはちょっと気にして節約すればいいし、iPhone を使わないともね、写真これで撮ったりしないんで、まあまあいけるかな。基本的にデータはクラウドっていう考えだし、逆にこれ2頃買っちゃうと、持て余すんじゃないかなと。で、ウェブ,ウェブとかね、記事見てると、まあ、いろんな意見見てるとですね、2頃買ったけど持て余すって方も結構いるんですよね。まあ いいいに越したことはないっていうのはあるんで、すけどでそれを見て、うん、6バ g b でいいでしょうということで、64GB にしました。うん、あの、まあそういった過程でですね、もうどの iPad にしようかっていうのと、どういう決めた iPad をどのグレードにしようかっていうのをね、考えて買いました。で、買ったのが、 インチ iPad Air これがね、どうも Apple の正式な言い方みたいです。えー、で、えー、セルラーモデル、容量 62GB のモデルを買いました。えー、とお値段69,800円に消費税10%ということで。で、<laughs> って言いながら、結局ね、これ、あのー、クレジット払いにしました。あの24回払いですね。あのー、ちょうどね、Apple ストア ウェブサイトもそうなんですけど、アップルストアが11月の14日までのお申し込みであれば、24回払いまでなら金利0%にしてくれるっていうんで、えー、ちょうどこれがあるんでね、いいやってことで、それでクレジット払いにしました。それと、あのどこで買うかっていうと、散々ヨドバシとかビッグカメラ行ってるんで、あそこで買って逃げなきゃね、申し訳ないなといつも見るだけでと思ってたんですけど、 セルラーモデルってあの、キャリア契約じゃない、いわゆるシムフリーのモデル買うのって、買えるのって、Apple Store だけなんですよね。というわけでねえ、おととい、Apple Store に行ってですね、えー、買ってきたんですね。で、ここからじゃア Apple Store の話になるんですけども、あのー、まあ、丸の内にできてるっていうのと、ね、渋谷もあるし、 銀座もあるしね銀座って例のテロやったテロって私がテロやったところで、ねまあ、詳しくは第499回聞いていただければと思うんですがあの何箇所かあるんですねでよく聞くのは東京だけなんでこんなたくさんあるのかとなんだとか川崎にできるって話もあるし横浜に店舗ぐらいあってもいいかなと思うんですけどねまあまあそれいいとしてどこにしようかなって、まあ、アクセスから言うとね東京の丸の内が一番アクセスいいんですけど やっぱどうせ買うなら総本山に行きたいじゃないですかあの通称要塞ああバー,バークーと私は呼んでるんですけど、えー、ということで久々にアップルストアの銀座今アップル銀座って言い方してるらしいんですけどねアップルストア銀座に行ってきました、えー、何年前だっけあれポッドキャストックってあのポッドキャストのイベントがあったのが2011年ですからね8年ぶりに行きましたで行って ですがすごかったですねあのまだ iPhone11 の買うので行列があるんですねなんか最後尾ですとか言ってねお店入れないのかと思ったけど iPhone 買わなければあの普通にお店入りましてでお店入って別に誰もハイタッチしてくれなかったんですけど入ったらですね、まあ、ここからねアップル好きな方は「お前君今頃何,何言ってんの?」って言われそうなんですが、まあ、ちょっとあえて話しますと。 アップルスはすごいですね。机の上に、木の机の上に、アップル製品が置いてあるだけなんですね。こう、札が置いてあって、例えば iPad、ね、セルラーモデル、60ギガバイトモデルが、何万何千円とか書いてる、値札が終わるわけじゃなくて、ただ普通に置いてあるんですよ。で、レジみたいなカウンターも一切ないんし、これどうやって買うのかなと思って、なんか周り見てると、 どっからともなく製品を持ってきてその場でカードで支払ってそのカードの決済もアップルストアの店員さんが持ってるなんか iPhone になんかくっつけたような iPhone なんだろうけどそういった特殊な端末でまああのポスターマスなんですけどだけで処理をしてるっていう感じでその場で机のところで立ち話しながら売ってるっていう感じなんですねであの机の角にあの端っこにですねあの一応レジみたいなのあるんですよ現金が入る 引き出しがあるんです、ね、まあそこら辺ではそのレジらしいカウンターらしいものが一切ないっていうところなんですねほんのめおしゃれっていうかあのなんか買ったんだか立ち話したら店員さんにもらっちゃったみたいな感じがするって感じで、ね、これ面白い買い方だ仕組みだなと思いましたで iPad も並んでるんですけど値札もラベルも何も置いてないんですよねでヨドバシだって普通に置いてあるじゃないですか ないんでこれプロは分かります外見ミニも分かりますよ外見見るねでもこれってエアなのかなそれとも第7世代の10.2インチ iPad なのかなって分かんないんでひっくり返したって別に後ろに片番エアーって書いてないんですよねで画面ちょっとタッチしたら iPad エア10.5インチっつってセルラーモデルと w i f i モデル 64GB256GB で値段が書いてあるんですね それがパッと画面出てくるんですよ。あ、そうなのかって、ちょっとじゃあ隣の、ちょっと今思えば、手持てばわかるんですけど、10.2インチの iPad を手触れ見たら画面に10.2インチ iPad って出てくるんですよね。じゃあミニはってミニも出てくるし、あ、どうなんだろう。じゃあ iPhone ミニコとか iPhone11 とか iPhone11Pro とか画面出てくるし、Mac もそうなんですね。つまりもう商品そのものがラベルになってる。 あのもちろん普通にオペレーションもね操作もできるんですけどほしばらく放っといて画面タッチするとこれはどの商品ですってのパッと出てくるようになってるっていうおすげえって思ったんですね、うん、まあそういったところであの店員さんに声かけてちょっとすいませんこれ iPad ウェ買おうと思ってるんですが 62GB と 256GB とって話しかけたらちょっとお待ちくださいって 今お客様をお待ちいただいてるんで順番でお呼びします。お名前はつって「木澤です」っつったらその i p a d イア h o n e の端末のところでなんか予約画面出してですね「木澤」ってローマ字で書いて「この,この場でお待ちください」って言うんですね。そうすると回ってると本当に十分かかんなかったと思うんですけど別の担当のお姉さんが来て「あの」 話してくれたんですけどなんかねだからそういったのもなんかこう変に行列ができないよねっていうとかねすごくこうお店でゆっくりご覧ください的な雰囲気があるっていうのがあってああこれすごい変わってるなって変わってるなっていうかねあこういう風なスタイルなんだっていう風にちょっと感心しましたでも、まあ、お姉さんと話したあとに「えー、とじゃあこのモデルします」って「お色はどうしましょうか」っつってね そそうそう色の話忘れてましたけど、ね、スペースグリーンにしました。なんでかっていうと、写真が締まって入るんですね。これはあの、いつもお世話になっている悪いお友達の方からですね、とってもいいことを教えていただきまして、それまで私ね、シルバーしようと買,おう買おうと思ってたんですよ。iPhone が黒だから iPad は白にしようと思ってたんですけど、それ聞いてあの、スペースグリーンにしました、まあ。そういったのがあって、<laughs> お色はどうしますかつって。 もうスペースグレーって言う音をしたら、スペースグレーはこれです。シルバーはこれです。ゴールドはこれです。全部見せてくれるんですね。いやいや、ご丁寧にと思いながら。で、じゃあもうグレーにします。そして、じゃあ次は24四回払いでって話して、じゃあ手続きしますね、なんて言ってんだけど、そのお姉さん、なかなか iPad ド持ってきてくれないんですよ。あの、そして、雑談始めるんですよね。で、今度のその iPadOS っていうのは、 こういうふうになってて、例えばスプリットビューの話だとか、ウィンドウもう一個立ち上げて、えー、複数の画面が見られるとか、画面ショットがすごく楽になったとかね。いろんな説明をしてくれるんですね。で、私もあの、それほどサービスほど詳しくないんで、あ、そうなんですかなるほどいいですね。とか、ね、結構本当に真面目に感心してお話聞いてて。で、話してる間に別の店員さんが iPad と紙袋を持ってやってくるんですね。 つまりこの用意してる時間でちゃんとお話をして飽きさせないに話を埋めてくれるんだっていうことをねちゃんと工夫してるんですよねでその後私あのちょっとクレジットカード払いなんであの今クレジット会社の審査とかもあるんであの別の,あの2階のアクセサリーの風呂へ行ってですねあのまあ申請別の方に担当を代わってもらって申請してたんですけど申請をするのにクレジットカード会社に 審査で書類やんなきゃいけないんですけど、それ全部手元の自分の iPhone でやんなきゃいけないんで、ちょっとそれ入れるの大変だと思いまして、ね、ちょっと慎重に入れたいと、入れたいと思いますので、どうぞ3階のソファーのある、あの3階のね、シアターがありますの、ね、で、そこで行ってく、あのー、ごゆっくり入力してくださいなんて言われて、で、例のあの、例のイベントやったところね、で、あそこのシアターに座って、おりこのサイトにいろいろ入力したりとかして、えー、申し込みしました。で、10分ぐらいしてね、 えと審査をおりましたってことで,で、審査できましたって言って、下降りてくると、明日って2階の降りてくるとあの、担当の人じゃなくてもいいから、誰でもいいから声をかけてくださいでエレベーターで降りると、すぐ目の前に、ね、店員がいるんですよね、どうされましたみたいな感じでね、いや、実は今、審査が終わりましてっつって、そしたら、元々の担当の方が来て、もう iPad 用意してるんで。 じゃあこちらで、お渡し,しますなんてことで,で領収書だとかね、あの保証の話、Apple ケアの話とかいうしてくれまして、で、であのこれ iPad は何に使われるんですかなんていうか、ね、実は私、写真やってまして、こういうの使いたいんですよとかね、マイクロソフトのオフィスもいいのがありますから使いたいんですよみたいな話をね、いろいろ雑談してて。 そうしたらその例えばワークショップでね写真もやってますし動画のね YouTube の作り方とかそういうのもやってますんでよかったら来てくださいとかアクセサリーもここにあってこんなのが今ありますからっつってあの結構ね「なるほど」ってことをね飽きさせないでしてくれるんですねでそれやりながら本人手続き取るんですよいろんな。で結局もう本当に楽しくお話をさせていただくって感じで話をしてあの商品を渡してもらって。 ありがとうございまししたとぜひ楽しんでくどうもって言ってでエレベーターのところでいるとしたら別の店員さんにも楽しんでくださいねって笑顔で言われるんですよねで1階に降りて出てく時もあのアップルの袋を持ってるともう皆さんありがとうございました感じで声かけてくれてねまあ至れり尽くせりっていうかなんていうのかなすごいねおもてなしの心があるっていうか。 いう感じがしてねすごく面白かったっていうか、うん。あのー、どうなんだろう、マイクロソフトストアも多分、日本、あちらにある、ね、アメリカにあ,るありますけど、ね、日本にはないんですけど、やっぱりこんなノリでね、結構、あのメーカー直営店ってしっかりやってるのかなっていうふうに思いました。すごいですね、あのモチベーション、ね、ちょっとノリが良すぎるんですよね。でも、あのモチベーションを維持し続けて、一日は、そこで働くっていうんですから、 まあ結構きつい仕事だと思うんですけども、うん、感心しましたね、すごいなと思いました。で、ここまで褒めっていたんですけど、ただ正直言うとね、あの、アップルストアそこで銀座出たんですよね、紙袋ね、iPad 持って、あ、買っちゃったーつって、で、あの、写真撮ってね、Facebook に上げてってやってたんですけど、その後ね、あー疲れた。 <laughs> すっげえんか疲れたんですよあのテンションで別に売らなくても俺普通にヨドバしで買ってもよかったなってあっちの方が気楽でいいなっていうので正直思いましたね、うん、まああんまりね体験することじゃないと思うんで、うん、なんかこうラグジュアリー感的なところはあったんですけどうわー疲れたと思ってその銀座の マクドナルド行ってコーヒー飲んで、ああって感じでね、<laughs> 一息ついたっていうのがありました。まあ、あの、すいません、なんか長々と話しちゃいましたけど、まあそんなところでね、まあ、あの、よかったですよ。あの、ぜひ、あの、アップルストアね、あそこで買って住むんであれば、アップルストアちょっと一回行ってみてもいいかなと思いました。まあいい体験はできましたんでね、あのよかったと思います。で、今 iPad ありますけど、 いいですね、やっぱり、うん。すごくいいし、見やすいし、もうもちろんね、Office365 のオフィスは全部、ワードもエクセルもパワーポイントもワ n e n o t もアウト l ックも入れてますよ。うん、それと、l i g h t r o o とか入れたり、フェイスブックももちろん入れたりとかね、えー、してますんで。あのこの話は、また追ってですね、えー、iPad でマイクロソフト製品をどう扱うとかっていうこの番組ならではの視点でねお話をしたいと思いますんで、え今後もねこのアイパッドをねデバイスの一つとしてねお話したいと思っています。まあまあそういうことで長々と話しちゃいましたけど、まああの面白い製品にねめぐり合いましたんで、まあ今後もねこれ使っていこうかなと思っています。まあ一つ言えることは毎月三千二百円のローンを二年間払わなきゃいけないということで、あのまあ頑張ってね。 もう無駄遣いしないように、えー、していきたいなと思っています。まあ、あの、まあ、これを聞いてね、あの、私のブログとか、このポッドキャスト番組にね、アマゾンのリンクがあったりします、ね、そこでちょっとこう買い物していただくと、ちょっと助かるからなと。<laughs> まあ、そんなこと思っていますけど、まあ、ご協力いただければなと思っておりますね。まあ、そういうちゃんといろんなこう情報をねあの、発信していきたいと思って、こう、還元していきたいと思っていますので。 今後ともよろしくお願いしますということで、えー、以上なんか予想以上に長く喋っちゃいましたけど iPad Air10.5 インチ iPad Air 買いましたという話をさせていただきましたはい第509回は c h r o m e 版 Microsoft Edge の正式リリース日が決まったという話とホロレンズ2発売になったという話と10.5インチ iPad Air を買ったというお話をさせていただきました えどうもお疲れ様でした、皆さん。買い物をどうしたらいいかとかね、あのこれサーフェスでも話は同じなんですけど、どれがいいですかねって時なんで、ちょっといろいろ参考になればいいかなと思ってお話をさせていただきました。で、今のお話は、あのブログじゃなくて、ノートの方にもですね、書いておりますんで、ぜ、え、ひ、ー、ね、そっちもを見ていただければなと思っております。ノートのサイトはですね、https コロンスラッシュスラッシュ not.mu スラッシュ t 木沢 t-k-i-z-a-w-a、えー、こちらに私のノートがありますので、えー、ここにね iPad Air の今んで買ったのかっていうなんか妙に今も長々と話し合った内容がねここに書いてありますので、まあ、そちらも見ていただければいいと思いますし最近ここにあの自己紹介を書きましたあの木沢って何者よっていうのをだいたいざっくりざっくりわかるようなことを、えー、書いてありますので このノートの方もね、見ていただければなと思っております。あと、写真とか貼ったりとかね、そういうところもしてますんで、見ていただければなと思っております。まあ、よかったらね、フォローもしていただいたり、あとは、こう、いいねとかしていただくとね、モチベーションも上がりますんで、結構あの、番組のリスナーさんも来ていただいてますし、お友達もなんかフォローしてもらってますんで、まあ、よかったらね、このノートの方も見ていただければなと思っております。はい、そういうことで、また色いろ,いろネタ集めてお話したと思います。またよろしくお願いします。